ターズの先発は鈴木健也でした。初回2アウトランナーなし、バッター中川、レフトの松本剛がナイスキャッチ。いやー、ナイスキャッチでしたね、本当にスーパープレーです。見事な立ち上がりを見せました。そして2回です。バファローズの先発は田島、ノーアウトランナー1塁でバッターはマルティネス。今日お立ち台にも上がりました。この一発いかがですか。いろんなボールに対応してからの一発だったので、本当にこう対応力あるなと思いましたね。17試合目、52打席目での待望のアーチとなりました。ファイターズが2点を先制します。3回です。ファイターズは今日1番に入った今川、まずはレフトへヒット、相性の良さを見せました。続く2番の奈良間、ここでエンドラン仕掛けましたね。そうですね、この2番に入れた理由というか、いろんなことができるというイメージがきちんと監督の中にあったんでしょうね。チャンスを広げて、その後ワンアウトランナー2塁1塁となって4番に入った万波。いや、インサイド難しいボールかなと思ったんですが、本当うまく打ちましたよね。三塁線を抜ける2点タイムリーツーベースで2点を追加しました。これで4対0、ファイターズのリードは4点に広がります。5回です。バファローズは2アウトランナー1塁、バッター2番の宗。ベストピッチですね。そうですね、宗を見逃しの三振に切って取って、5回を投げて今日も無失点でした鈴木健也。5回の裏です。ファイターズはワンアウトランナー2塁1塁で再び4番の万波。三塁線またもや破っていきました。同じ映像を見たような感じでしたね。いや、そうですね、2点タイムリーツーベース、2打席連続ということで6対0、点差6点に広がります。6回の表です。2番手の堀が上がりました。3番の中川圭太、この回先頭うまくさばきました。これがレフトへ。決して悪いボールじゃないですけどね、バッターがうまかったですよね。ソロホームランで1点を返して、続く4番の森友哉、このバッティング、これに関しては多少甘かったんですけども、でもやっぱり一発でこれ弾き返すと、森選手の状態の良さ、いやーすごいですね。2試合連発、第5号のホームランでした。さらには5番の杉本、この高く上がった打球、レフトポール際、ここまで飛ばしていきました。いやー、そこのスライダーコース悪くないですから、いや、このがっくりする気持ちも分かりますし、このクリーンアップの、ね、状態の良さというのは感じられますよね。クリーンアップ3連発、杉本が今シーズン第8号のソロホームラン、ソロホームラン3本で3点をバファローズが返します。7回です。失礼、その後マウンドに上がった池田、見事に決勝しました。さあ、そして9回には田中正義、またゴンザレスを空振りの三振、そして2アウトを取ってから最後は代打西野を空振りの三振、しっかりと3人で締めて嬉しいプロ初セーブとなりました。6対3、ファイターズがこの2連戦2戦目を制しました。まずマルティネス選手にお話を伺います。移籍後初のお立ち台になりました、ここからの景色はいかがですか。No, estoy muy feliz porque estaba esperando este momento cerrado y se dio mi primer jonrón y el equipo ganó, que es lo más importante. もう本当に幸せです。長い間この瞬間を待ち望んでいたので実現して本当に嬉しいです。待望の移籍後第1号は第1打席に生まれました。あの打席振り返っていただけますか。No, me siento feliz, contento, agresivo fui contra un buen pitcher, fue a hacer swing siempre y salió jonrón. Está bien. もういつも通りのスイングを心がけました。でも初球だろうが何球目だろうが、積極的に打ってやろうという気持ちで入りました。
打球がスタンドに吸い込まれた時のあの気持ちはいかがでしたか。No, una sensación de tranquilidad porque hace rato estaba esperando ese batazo, salió y puso al equipo adelante, que nosotros cuando siempre empezamos ganando somos más fuertes. まずほっとしました。やっぱり一本目をなんとかなんとかとずっと思ってたので出たのでよかったですし、まあ、あのホームランで今日の試合の自分のチームが勢いづいたと思うので本当に最高でした。今日はヒットも2本出ました。バッティングの調子は今いかがでしょうか。No, me siento bien, pero todavía no me siento satisfecho. Hay que batear más y más. Entonces vamos a ir entrenando fuerte para que los fighters sigan ganando con mi ayuda y con mi bateo. コンディションは最高です。でもまだまだ満足しないです。これからもっともっと打って、どんどんチームに貢献したいと思います。では最後にファイターズファンに日本語で一言何かメッセージをいただけますか。ファイターズファン、応援ありがとうございます。ありがとうございました。まず一人目のヒーローマルティネス選手でした。続いて見事最終回を締めくくりました田中正義投手です。田中さん、プロ7年目初セーブとなりました。今の心境いかがでしょうか。すごく嬉しいです。今日はあの3点リードの最終回、どんな気持ちでマウンドに上がったんですか。勝てる状態で全員でつないで9回まで来たので、まあ、最後まで勝った状態で試合をなんとか終わろうと頑張りました。三者凡退、2奪三振、見事な火消し役だったと思いますが、ご自身の投球を振り返っていかがだったでしょうか。そうですね、まあ、とにかく自分のベストのボールを一球一球投げようと、はい、頑張りました。プロに入ってから肩や肘の故障もあっていろいろと苦しんだ時期もあったと思うんですが、移籍後こうやって勝利に貢献してお立ち台に上がりました。改めて今の心境というのはいかがですか。本当にあの最高の景色ですし、これから何十回何百回と見れるように頑張りたいと思います。今は試合の終盤を任されることが多くなっています。改めて今シーズンこれからの活躍に向けて力強い一言いただけますでしょうか。はい、あのすごく責任を感じるポジションでもありますけど、とてもやりがいを感じてここまで来れているので、シーズン最後まで頑張りたいと思います。ありがとうございました。田中正義投手でした。ありがとうございました。それでは最後に今日は4番に入って4打点の大活躍、万波中正選手です。ありがとうございます。万波さん、今日は今シーズン初の4番起用でした。打順を見た時はどんな心境だったんですか。ドキドキしました。その4番でまずあの3回の2点タイムリーツーベースで防ぐ、あの場面をちょっと振り返っていただけますか。そうですね、まあ本当に、皆さんがつないでくれたチャンスでしたし、まあさっきマルティネスの話にもありましたけど、まあ先に先制点取ってくれたので、まあ結構気楽に、はい、行きました。そして5回にも同じようにレフト線を破っていく2点タイムリーツーベースがありました。あの一打はいかがでした。よかったです。万波さんは今年はあの打席に入る姿などを見ていても、あの表情など非常に引き締まっていて、何かこう今年にかける
熱い思いというのを感じるんですが、そのあたりご自身ではいかがでしょうか。いや本当なんかこう会う人会う人にテレビ越しに目線合ってるって言われてなんかすごい恥ずかしいんですけど、まあ、僕本当真剣にやってるんで、まあなんか温かい目で見守ってほしいなとか思ってます。改めて今日のこの2安打4打点の活躍というのはご自身で振り返っていかがだったでしょうか。そうですね、まあ、最近得点圏仕事できてないことが多かったですし、まあ、本当前のバッターの皆さんがこういっぱいチャンス作ってくれてそういう結果になったと思うので、はい、本当みんなに感謝しています。今日は万波さんの活躍もあってチームはいい形で勝利を収めました。これからの戦いに向けて最後に一言ファンにメッセージをいただけますか。はい、まあもちろんまだまだ、上位優勝目指して頑張ってますし、まあ本州に比べてこう札幌の桜の開花も遅かったので、まあ僕らもここから開花していけたらいいななんて思ってます。満開の活躍を期待しております。今日のヒーロー、マルティネス選手、田中正義投手、そして万波中正選手でした。ありがとうございました。